こんにちは、快適アートです。今日は新しいガラスペンを買ったので紹介したいと思います。川西ガラスのガラスペンです。オーダーメイドのガラスペンで、色、模様、文字の太さを選びました。模様は純金や純銀を吹き付けたフューミングという技法で作られています。ペン先は結構太めです。12本の深い溝が刻まれています。見た目がすごく美しいガラスペンなので、まずは映像だけでこのガラスペンを楽しんでください。ペン本体だけでなく、光を当てた時にできる影の色味なども注目してみてください。このガラスペンの購入に合わせて新しいインクを2つ買いました。中林タッチヤの浮世絵インクのシリーズを2つ購入しました。こちらは歌川広重をイメージした広重中紫です。インクの色味ももちろん好みなんですが、やはりこのパッケージを目当てにして買ってしまいました。北斎サビ緑という色を1つだけ持っていて、すごく気に入ったので他の色も集めてみることにしました。続いてこちらは北斎紅土です。富嶽三十六景のあの有名な赤い富士山が描かれています。あまり赤いインクの中では地味な色は持っていなかったので、今回はこちらの落ち着いた茶色っぽい赤色を買ってみました。浮世絵インクのシリーズは結構渋めの色が多いので、個人的にはすごく好みです。中にはインクのご案内が入っています。こちらのご案内は浮世絵インクシリーズ2番と書いてあります。作家ごとに4本ずつインクがあるみたいで、作家4人分かけるインク4本なので合わせて16本のインクがあるみたいです。この小さいパンフレットもなんかすごい好きです。インクボトルはほぼ正方形で可愛い形をしています。こういう小さい瓶はすぐに集めたくなってしまいます。こちらのインクも見ていきます。ちょっとシールが歪んでいるのが気になっちゃいます。インクは結構黒っぽく見えるんですが、このインクは反射して結構中の赤色が見えてました。薄色なのかなと思って振ってみています。こうやって並べると今後もっと増やしていきたいなと思ってしまいます。今回はルーズリーフに試し書きしてみます。ガラスペンの書き心地などを試してみたいと思います。ガラスペンは毛細管現象でインクを吸い取って書くので、こんな風に先端だけつけてインクを取ります。こんな感じであんまりついていないように見えますが、溝の部分にインクが入っています。
こんな感じで非常に書き味は滑らかです。インクの出方も均一なのでペンを回したりする必要がないです。重心がとてもしっかりしているのであまり力を入れずに書くような感じです。私は筆圧が強くてギュッと握って書いてしまうタイプなのであまり慣れない感じの重心の重さだったんですが、よりリラックスして力を抜いて書いた方が綺麗に書けることが分かりました。このガラスペンはこの川西ガラスさんの最上級品だそうですが、さすがに悪いところが見つからない書き味でした。今回はインクを1回つけてどれくらい書けるかという実験ですので、文字を書いたら一番わかりやすいんですが、私は文字がそんなに得意ではないので絵を描いて試し書きをしていきたいと思います。今回は結構自由に想像してお花の花束を描きました。自分の記憶にあるお花の形を描いていくこともありますし、要素だけ汲み取って自分で新しいお花を作ってしまうこともあります。結構たくさんお花を描いたんですが、もうそろそろインクがなくなるかなと思ってブーストをかけようとしてベタ塗りをしてみました。結果としては全然インクがなくならなかったです。本当にペン先をちょっとインクにつけて取っただけの量なのでそんなに描けないんじゃないかなと思ったんですが、この12本のペン先の溝の中にとてもたっぷりインクが染み込んでいるみたいです。すでにこの時点で15分が経過しています。最近鳥の羽を簡略化して描くのにハマっています。今までは資料とかを見てきっちり描かないと気が済まなかったんですが、着物の柄とかを見ていると結構デザイン的に形が捉えられていたので、そういうのを参考にしながら自分なりに鳥のパーツごとに描き方を決めていっています。羽のところは意外と簡単で、実は顔を描くのが難しいです。ちょっと変な顔になったりしてしまう時もあります。インクがなくなったように感じたので試し書きをして確かめています。インクが出にくくなった時はペンの向きを回してみます。そうするとインクがまた復活したりします。もう紙の余白が残り少ないです。葉っぱを描いているとかすれてきました。試し書きをしたら変なところに線を描いてしまいました。葉っぱを描いている時にとうとうインクがなくなったみたいです。こんな感じで回しても出なくなったら全部使い切った証拠です。結果はこんな感じ。文章を少しとルーズリーフの半分にいっぱい絵が描きました。大きい手のひら2つ分です。水でガラスペンを洗います。私はプラスチックのコップを使っています。当たると欠けてしまうのでプラスチックのコップが一番安心です。透明な容器だと洗っている間もすごく癒されます。こすったりしなくてもよくゆすげば綺麗になります。
溝の取れなかった分はお湯で流すともっときれいに取れます。次は彩目の水彩紙にイラストを描いていきます。広重中紫を使ってみます。紫なのでパッケージにもあった藤の花を描こうと思います。すごく簡単に描けるのでこれは結構おすすめの描き方です。このやり方は水彩ペンでやったやり方なんですが、ガラスペンと万年筆インクでも同じような感じでできます。垂れ下がった部分を描いたらゴマくらいの大きさで花の部分に点を打っていきます。できたら水筆で溶かしていきます。水を使うと色が分離して面白い色味が出てきます。最後に筆についたインクで背景に花を点々と描いて完成です。オレンジっぽい色と紫なのになぜか緑っぽい色の水になりました。次は北斎紅土でイラストを描いていきます。こちらもパッケージにあった富士山をイメージして描いていきます。大まかに雪の形を描いていきます。色を濃くつけたいところにはハッチングをして少し下地を作っておきます。左上の桜を溶かしていきます。こちらも小さな点でインクが乗っているだけなんですが、水で溶かすとこんな風にかなり広がります。細かいタッチで桜の感じを出していきます。富士山の方も色を溶かして全体的に赤い富士山にしたら完成です。最近コメントがあんまり返せていないんですが、しっかり見ていますので、もし感想等あればコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。